はい、どうも、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで、本日もやっていきたいと思いますけども、本日はですね、来週の月曜日ですね、11月25日登場のクラブセレクションの予想をやっていきたいと思います。クラブセレクションはですね、月曜日に登場するという形になってますが、11月25日に関しては、まあ、ここのですね、その週末の試合が対象となりますので、11月30、12月1日のね、試合が対象となってくるかなと思いますけども、こちらでビッグマッチ見ていったんですが、こちらありましたね、12月2日にアトレティコ・マドリー対バルセロナということで、この2つのクラブセレクションが来るんじゃないかなと、個人的には予想していました。ということで、前回のクラブセレクションを復習していきたいと思います。ともにですね、クラブセレクション、PS4 の方では来てまして、まずはホームのアトレティコ・マドリーの方から見ていきたいと思いますが、この8選手は来ておりましたね。まあ、この中でちょっと注目したい選手を見ていきたいと思いますが、まずゴールキーパーのオブラクということで、まあこの選手強いですね。 GK 選手キャッチング、コラプシング、ディフレクティングが完走ということになりますし、まあ通常から完走なんですけども、クリアリングがプラス3で98になってますので、これはかなりね、期待できるゴールキーパーなんじゃないかなと、個人的には思ったりもしていました。で、アトリコ・マドリー2人目はですね、サウールということで、この選手も強いですね。ボルコンドリブル、足元系がしっかりありますし、あとはパス系も95、86ということなので、しっかり繋げれるかなと思うところと、あとはサウールはですね、ディフェンスエース、ボールダッシュ、アグレッシブです。もしっかり84、87、89あるので、ボックスとボックスでしっかりね、ボールも刈り取ってくれるかなというイメージですし、後半7というところもかなり評価できるかなと思います。で、スキルは足元もしっかりあって、シュート系、パス系も、しっかりあるということになっておりますので、まあね、中盤の選手でかなり強い部類になってくるかなと思います。で、3人目はですね、モラタということで、前回の、クラブセレクション来てほしいね、選手紹介の時にやりましたけども、この選手もかなり強いですね。 スパソブ枠ということで、まずオフェンスセンス、決定力が93、93で、決定力はね、6つ上がってますし、ここら辺がかなり期待できるかなと思います。で、スピード瞬発もある程度あって、コンワン6っていうところもかなり評価できるかな。で、スキルはまあスーパーサブそうなんですけど、シュート系のミドルだったりアクロバティック、ワンタッチ、ここら辺のシュート系のスキルもしっかりありますね。で、4人目はホセマリア・ヒメネスということで、ヒメネスもですね、意外と強い選手かなと個人的には思ったりもしてました。まずヘディングが95だったり、ジャンプ97、フィジカルコンタクト95ということで、ここら辺のフィジカル系の能力値しっかりありますし、で、足元のスピード瞬発86、82ということで、足もしっかり速い選手になってくるかなと思います。で、ディフェンスエンス、ボールダッシュ、アグレッシブネスが93、96、93ということで、まあここら辺しっかりありますし、コンワン6っていうところも評価できますね。で、スキルのヘッダーマンマーク、インターセプトっていうところもいいんじゃないかなと思います。で、アトレティコ若手はですね、ジョアン・フェリックスということで、ジョアン・フェリックスもですね、欲しい選手の時に、紹介しましたけども、まあ強いですね。まずオフェンスエンス87だったり、決定力93ということで、まあ決定力かなり高いですし、足元もしっかりあって、スピード瞬発もしっかりあるというような選手になってくるかなと思います。で、コンワン6というところも評価できるかなと思いますが、足元系でですね、ダブルタッチだったり、あとはシュート系のスキルがあればなというところかなとね、個人的には思ったりもしてみました。で、続きまして、アウェイのバルセロナのクラブセレクション、前回のね、クラブセレクション見ていきたいと思いますが、まずはメッシですね。まあ、メッシに関してはフォトダブル週刊 FP が来ているので、ちょっとマイナスが目立つかなと個人的には思いますが、決定力は1高いというところはかなり評価できますね。あとはまあプレースキック、カーブだったりキック力、ここら辺のフリーキック系のね、能力値は週刊 FP の方が高いということになっていますが、個人的には決定力が乾燥しますので、クラブセレクションのメッシもいいんじゃないかなと思ったりもしていました。で、2人目はスワレスということで、スワレスはですね、まあオフェンスエースだったり決定力、ここら辺のね、能力値はかなり高いですし、まあ決定力化け物、というような選手になってくるかなと思いますけれども、3人目はピケですね。ピケも今作からかなり強いセンターバックになっているかなと思いますが、ヘディングだったりフィジカルコンタクトだったりジャンプ、ここら辺もしっかりありますし、まあ唯一スピード瞬発の部分で瞬発力が足りないかなというイメージなんですが、ディフェンスエース、ボールダッシュ、アグレッシブネスもしっかりあって、かなりセンターバックでボールも刈り取ってくれるかなというイメージですね。で、コンワン7というところも一つ評価できるかなと思います。で、続きましてブスケットということでですね、アプリの2020の方ではかなり、ね、評価が上がった選手になるかなと思いますけども、バスケがしっかりあったり、足元もしっかりありますし、あとはディフェンスエース、ボールダッシュの部分で95、96なので、90台しっかり乗せているというところもかなり評価できますね。で、コンワン7というところもいいですし、センターバックいけるというところもいいですね。で、続きましてグリーズマンになりますけども、グリーズマンはですね、個人的にはあの週刊 FP、国 FP の方でね、期待もしているところなんですが、オフェンスエース95だったり決定力93、ここら辺もしっかりあるかなと思います。で、唯一ね、かなり能力が上がったのがカーブということで、コンカというところもしっかり狙っていける選手かなと思いますけども、2列目からの飛び出しということで、かなり有能なね、2列目の選手になってくるかなと思います。で、続きましてゴールキーパー枠として、手足低減ですね。で、手低減に関してはキャッチングが1上がって99になっているということになってますが、GK 選手キャッチング、コラプシング、リフレクティングが完走、そしてクリアリングが98ですね。で、手足低減に関してはコンワン8というところが一番ね、かなり評価できる部分かなと思います。で、低弾道ポントキック持っているというところもかなり評価できますね。
で、バルサ7人目はですね、ジョルディアルバということで、まあ、サイドバック系の選手でかなり強い部類になってくるかなと思いますけども、まず足元系がしっかりあって、パスもしっかりつなげれるというところと、スピード瞬発98、94なので、ここら辺もサイドバックの選手でかなりね、いいんじゃないかなと個人的には思ったりもしていました。で、スキルにね、ワンタッチパスだったり、インターセプトを用いているところもかなり評価できますね。で、ラストはですね、セルジ・ロベルトということで、まあ、セルジ・ロベルトはですね、足元もしっかりあって、スピード瞬発も89、84、で、ディフェンスセンス、ボールダッシュ、アグレッシブスもしっかりあって、コン16っていうところもかなり評価できるかなと思います。まあ、セルジに関しては中盤もいけるっていうところはかなり評価できるかなと、個人的には思ったりもしてましたし、クラブセレクションできたらね、かなり珍しい選手になってくるかなと思いますので、ゲットしても、見てもね、いいんじゃないかなという印象ですね。まあ、メッシとかはね、週刊 FP の方でまだまだ来るかなと思いますし、セルジだったり、ジョルディ、ここら辺のね、選手が当たりになってくるんじゃないかなと、個人的には思ったりもしてました。まあこのラリーガのね3強といいますか、このね2クラブのクラブセレクションが来たらかなり激アツかなと思いますので、来週のクラブセレクションも期待して待っていきたいと思います。はい、ということでですね、ここから本日から来ているクラブセレクションを引いていきたいと思いますけども、まずリバープレートからね、引いていきたいと思います。まあ、リーベルからはそうですね、まあ、マティアス・スアレス選手だったりね、かなりまあ、OMF のこのニコラス・デラクルス選手とかもね、かなりレベルも上がると思いますので、こちらの選手狙っていきたいかなというところかなと思いますね。ということで、まず一連やっていきたいと思います。さあ、行きましょうか。いやいやいや、かなりね、激アツな、まあ、ナポリだったり、あとは、ミランが来ているので、そこら辺をね、後で引いていきたいと思いますけども、さあ、1連目誰が出ますか。さあ、ということで、黒玉の右足で背番号28。いやー、ちょっとリーベルのね、背番号とかわからないんですけども、さあ、28番の黒玉。さあ、誰かなというところで、誰が出ますか。ルーカス・マルティネス選手ということで、センターバックの選手ですね。23歳という若手なんですけども、まあそうですね、ディフェンスです、ボール出し、アグレッシブです、しっかりありますね。後半5というところになってくるかなと思いますが、さあ、2連目引いていきましょうか。まあ、リーベルとね、フラメンゴは、あまりね、狙いはいないんですけど、まあ、フラメンゴの方にはですね、OMF の2列目からの飛び出しの選手いますので、そちらの選手狙っていきたいかなと思いますけども、さあ、リーベルは金玉、そう、金玉でいいよ。若手の選手狙っていきたいですけども、さあ20番、さあ20番ということで誰か来るかというと、さあちょっとどうだ、ミルトン・カスコ選手か。なるほどね、左サイドバックの31歳の選手ですね。なるほど、スピード瞬発はしっかりあるというところになってくるかなと思います。いやいやいや、欲しい選手がね、まあナポリとミランのために残しているという考えはできますが、さあラスト、リーベル、ラストは誰かな。金玉のね、若手の選手 で出していきたいかですけども、デラクルス選手ね。黒玉の左足ね、モーションありということで、さあ26番誰かな。黒玉で、お、ちょっと若そうな顔ですけども、イグナシオ・フェルナンデス選手ね、いいんじゃないですか。29歳って、まあまあ、ベテランの方には入ってくるかなと思います。中堅ですかね。ボルコンドリブル、足元系はしっかりあるということで、スキルかなり有能ですね。ということで、イグナシオ・フェルナンデス選手、ありがとうございます。なるほど。ということで、フラメンゴ引いていきたいと思いますけども、フラメンゴはですね、もう一択かな、うん、荒らすかった選手になるかなと思いますね。まあ、この、しっかり能力値ありますし、スパサブ枠ということで、めちゃくちゃ強いスーパーサブになってくるかなと思います。今後は7というところもいいですね。ということで、もうね、フラメンゴの方からはアラスカイト選手一択なんですが、さあ引いていきましょう。どうかな。さあブラジル、さあ誰が来るか。右足だったんじゃないかな、右足だった気がするが、さあ9番センターフォワード系か。さあ9番の選手ということで、この選手はバルボーザ選手ですね。なるほど。いや、23歳ということで、まあ決定力とか87で、オフェンス88か、まあここら辺しっかりあるかなというところと、後半6ですね、ここら辺もいいかなと思います。さあということで、アラスカイタ選手欲しいんだよな。さあラスト2連目ですね。さあ2連目フラメンゴ引いていきましょう。アラスカイタ出していきたいと思うが、さあ誰が出る、さあ誰が出る、アラスカイタ来てほしい、アラスカイタ。おー、右足の黒玉。さあ、背番号14、誰が来るかというと、さあ、14番、なんとなくアラスカエタっぽい。よー、アラスカエタ、オッケー。いいですね、アラスカエタ。まあ、この能力値しっかりありますし、スーパーサブ枠ということで、後半7というところもかなり評価できるかなと思いますね。ということで、フラメンゴからはアラスカエタと、あとは、バルボーザですね。ラスト引いていきたいと思いますけれども、まあ、ラストはそうですね、まあ、アラスカエタね、被ってもいいかなと個人的には思ったりもしてますが、さあ誰が出ますか。さあラスト、フラメンゴラストですね。さあ右足の金玉、さあ右足の金玉で背番号5ということで、あ、ウィリアン・アロンかな、これはウィリアン・アロンの気がする。 DMF の、そうですね、ウィリアン・アロン選手ということで、まあ金玉なのでね、まあ金スカとかにはね、かなり入れれるかなと思いますけども、ここら辺ですね、ディフェンス系の能力者もう少しあればなというところかなと思います。
さあ、ということで、こっからですね、ミランとナポリ引いていきたいと思いますが、まあ、ミランからはピョンテク、ドンナルンマとかね、そこら辺狙っていきたいかなと思います。まあ、ケシエとかでもね、個人的にはいいかなと、思ったりもしてますが、さあ、ミラン。ピョンテクかドンナルンマ欲しいところですね。さあ、1連目引いていきたいと思いますが、さあ、で、おー、ドンナルンマいいですね。オッケーオッケーオッケー。ドンナルンマはいいよね。まあ、個人的にね、コーンワン6だったかな、7を欲しかったかなというところです。なあ、7ありますね。オッケーオッケーオッケー。で、ゴールキーパーセンスとかでもですね、ここら辺の能力ってしっかりありますし、コラプシングは1レベルでカウントなんですね。これはかなりいいかなと思います。で、低難度パッドキックということで、オッケーオッケー、GK 枠でドンナルンマ取れたのはね、かなり嬉しいですね。ということで、2連目ですね、ピョンテクとかね、そこら辺欲しいかなと思いますけども、まあ、裾とかでもですね、いいかなと思いますね。ドリブルかなりね、しやすい選手になってくるかなと思いますし、さあ、ミランの2連目、左足、裾かな？裾だかな？どうかな？ 39 番、さあ、誰が出る？39番、この顔誰だ？あー、スソじゃないな。あー、違うな。ルーカス・パケタ選手ということで、OMF の選手ですね。まあね、22歳で、レベルは38まで上がるので、かなり上がりますね。やっぱ足元系はしっかりあって、カーブ、スピードがあるというところで、スタミナがしっかりある。で、スキルもかなり有能ですね。まあ、そんな感じになってますけども、いや、ミランからはピョンテク一択なんですよね。さあ、ということで、ピョンテク目指して引いていきたいと思いますが、さあ、ミランラスト。さあ、ミランラストということで、ピョンテクしっかり出していきたいと思いますけども、さあ、イタリア。さあ、頼む、ピョンテク来てくれ。ピョンテク、背番号2。2番は、右サイドバックの選手か。いや、マジか。カラブリア選手ですね。いや、カラブリアも、まあ、いいかなと思いますけど、いや、ピョンテク欲しかったところかなと思いますね。ワンパマリーシャということで、まあ、スキル2つか。さあ、ラストですね。まあ、ナポリはですね、もう完全に、まあ、クリバリ欲しいですし、あとはアランですね。アランどこだ？ここか。アラン欲しいところと、まあ、メルテンス持ってるので、メルテンスとメレットはいいかなっていう感じで、ロサーノですね。ロサーノ、クリバリ、アラン、この3選手狙っていきたいと思います。頼むぞ。さあ、ナポリ。ナポリはもうアラン一択なところはあるが、さあ、頼む。ナポリ。アラン出してくれ。頼むぞ。さあ、右足の黒玉。左足の金玉。全部違う。さあ、誰だ？ 6 番わからないな。さあ、ということで、マリオ・ルイ選手か。いや、ね。金玉の選手は正直ちょっと微妙な能力値だったんですよね。後半4ですね。なるほど。いやー、ナポリは本当にクリバリかアランか、ロサーノ、ここら辺狙っていきたいところかなと思いますけども。さあ、頼むぞ。ナポリ。さあ、来い。いや、メレットか。メレット持ってるんですよね。いやいや、個人的にも、まあ、ゴールキーパー枠としてですね、まあ、ゴールキーパーの能力はかなり高いものあると思うんですが、いや、メレット持ってるんだよな。いや、マジか。メレットじゃないな、今。いや、ラストか、ナポリ。待って、ナポリ爆死説あるな。もう、アラン来てくれたらもうそれで神引きなんですけども、さあ、アラン来てくれ。頼む。アラン、右足でこれアランっぽい。背番号 5？ 背番号5じゃない？アラン。アランこれ、アラン来たでしょ。オッケー、アラン来たわ。オッケー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 。アラン、もうアランはね、本当にアラン出せばもう神引きっていうところあるかなと思いますけども、は、ここら辺ですよね。フィジカル、ボディコン、スタミナ、ディフェンス、ボール出し、アグレッシブです。高いですし、やっぱスーパーサブということで、ここら辺がかなりいいんじゃないかなとも思いますし、まあ、ナポリからね、アランがね、神引きになってくるかなと思います。ということでですね、本日の動画が良かったなと思ってくださった方は、最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では。